はい、まずスタートですね。スタートはまず、関東勢から、出ましたね。はい、小林大輔選手が出ましたので、まあ、関東勢が前ということで、はい、2番9番7番と、鈴木龍選手、芦澤大輔選手、小林大輔選手、2番9番7番が、前ですね。そして中段なんですけども、1番の松本隆治選手、そして橋本選手、坂本選手と、ここは1番5番6番の、四国ラインですね。はい、後方にその後に8番がね、竹村が、そうですね、まあ、短期なのでね、はい、ついてますけども、1番5番6番の後ろにとりあえずは回ると。はい、で3番4番が最高峰というね、小森選手と、はい、中野選手ですね。まあ、小森選手も、ルーキーとして出てきて、うん、まあ、年はね、そう、それなりに言ってますけど、言ってますけど、まあ、ここは活躍著しいので、やはりここはしっかりとね、うん、いいとこ見せてね、いいとこ見せたらいいですよね、うん、やはりここ、注目視されるのは、前を取った関東ラインですね。鈴木龍司選手、そして中段にいる松本隆治選手。松本隆治選手も昨日は、末脚のいいレースを見せてますから、うん、初日はね、やっぱりここはしっかりと橋本選手がついていけば、そう、はい、先行してね、そうですね、素晴らしいレースが昨日しましたからね。やっぱ鈴木龍司選手の今足りないところっていうのはやっぱり先行力、うん、ゴールまでしっかりと粘り込んでくる先方ですかね、うんうん、先方の元気は出てきたんですけど、先行が取り入れられるともう少し先方の幅が広がってくると思うので、まあ、結局あのレースもこうやって前受けが多いの で、 そうです、ね、前受けすると当然かぶってしまうから、はい、まあ、かましまくりになってしまう、ね、かましに行こうという、ね、うん、制限されてしまいますよね、まあ、結局ダッシュがいいからその方が本人は好きなんだろうけどね。そうですよね、うん、はい、ただレースになってくるとやはりそれだけではなかなか上位で戦うのは難しくなってくるので、はい、まあ、先行したり、まあ、番手で粘ってみたりいろいろなことが ね必要になってくるんですけど、そのいいチャンスだったらね、今日はね、そうなんですよね。まあ、小森選手がねしっかりとこう赤番で抑えてきて、はい、レースの流れを作って、ここでダッシュ、ここですね、そう、ここでね、うまいことね、いいダッシュしたんですよね。橋本選手が遅れてね、遅れて2番手にね、ここでまたさばけばいいんですよね。そう、これ来たらそのままいればいいのに、はいはい、後ろ見ながら下がってしまう、そうですね、ここでまたね、4番手まで下がって、これじゃあねあんまり意味がないんだよね。もったいなかったですよね。もったいない。で結局あの後ろでね、小林大輔は3番に絡まれたりして、そうなんですよね。でま、ね、これがまくっていくんだろうけど、ここはね少しね橋本選手もね車間をちょっと空きすぎちゃってね、うん、足来てるのかなって思ったんですよ ね。で6番の坂本選手も少しね車間は空いてるので、これなんかうまい連携なんですかね、これはね、うん、まあね、力坂本あたりも縦足はあるしね、はい、うん、で芦田選手も突っ込んできたんですけども、松本選手のやっぱり粘り足素晴らしいですよ ね、 う、うん、ね、はい、橋本が全くね抜けないという、そうですね、まあ、元々抜けるようだったら最初から離れてないけどね、そうですね、うん、まあ、あれは車間をねあの開けたのか、うん、開いてしまったのかわからないんですけど、やっぱりこのラインで結局は坂本選手もよく来ましたね、最後ね、あそこよく伸びてきましたね、はい、まあ、でもどっちにしてもあれ鈴木龍司はあのまんまもう松本隆治が先行するの分かってるわけだから、そうですね、あと誰がまくってくるって言って一回小森は叩かれてるわけで、そうですね、後方になってしまいましたからね、後方になってるから、はい、まあ、来る選手がいないとすると、うん、まあ、粘っててもよかったんじゃないかなと、そうですね、うん、そうすると、はい、もし仮に、まあ、橋本を簡単に飛ばせなかったにしても、はい、足田が後ろでね、うん、あの坂本もやってくれますからね、選手だから飛ばして、そうですね、あのもし後ろが空いてたら3番で下げるっていう手はあるけど、うん、そういうラインの絆ってもありますよね。 だからそれをずるっと4番手までって、うん、なんか普段がね、うん、あのライン3人来たら3人出すみたいな競争してるので、あ、まあ、それが当たり前っていうふうに、その臨機応変さがねしまうと、うんうん、なかなかね勝てるとこも勝てないし、はい、まあ、ここらこういうレースたまたまでもそうなった時にそういうことを試してみると、うん、そうですね、で大きな舞台で、はい、今度、ね、また同じような形で、うん、あのこうやればいいんだってことが分かるんだけど、そうですね、それやらないで毎回毎回だとよっぽど脚力がないと、そうですね、今回あそこで粘っておいて肌合わせておけば、あ、こういう感じなんだってのを実体験しますからね、特にこういうねあの追い込み選手だから、はい、そうですね、はい、どの程度ねあの抑えてくるのかとかっていうのも分かるし、はい、しっかりねゴールまで踏み切れば、うん、まあ、あの前が1着取れる選手だから、ね、そうですね、はい、いくらでもその5着6着にはならない、うん、ね、ずっと打ち踏んでればってことね、そうですね、うん、はい、まあ、ちょっともったいなかったなって気がしますね、うん。